三外国立公園はエクアドルにある国立公園。1983年に半分ほどの地域がユネスコの世界遺産に登録された。モロナサンティアゴ県、チンボラソ県、トゥングラワ県にまたがる国立公園で面積は5177.65平方キロメートルである。公園名の由来となった三外山とトゥングラワ山という二つの活火山を持ち、 さらにもう一つ、カルデラ湖を持つ、旧火山、アルタール山がそびえている。5000メートル級の鉱山体を含んでいることから、高さによって動物症、植物症とも変化に富んでいる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。山外国立公園は、密漁の横行によって、動物たちが脅かされていた上、 公園内を横断する予定だった具ももてまかす道路の建設によって園内の環境悪化が懸念されたため、1992年に危機遺産リストに加えられた。その後、道路については工事の停止を経て計画の見直しが行われ、密漁についても管理計画に見直しなどが行われたために2005年にリストからは外れた。ありがとうございます。